常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、 Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。登録50万人突破記念でいろんな企画対談やってます。これからもすごいゲスト出るんでね、ぜひ登録しておいてください。よろしくお願いします。昨日ですね、いつもねこのチャンネルで、ゲスト出演していただいてる渡辺元陸将とね、八重洲イブニングラボで対談をしてきました。いやーすごいです。もうウクライナだけじゃなくてね、今回北朝鮮、チャイナね、さらにアメリカのね、中間選挙の話題から、影響力工作ね、全般に関して、それから宇宙をめぐる戦いとかも、本当にね、こう議論は多岐にわたってね、非常に興味深い話が聞けたんですが、そんなことやってる間にですね、ウクライナにすごい動きがありました。まあこれまだね、半信半疑なんですけど、まあおそらく、まあそうだろうなということで、もうこれね、NHK ニュースでも出ちゃってますので、もうこれ公開ニュース、公開情報ですね。もう皆さんお分かりですよねって感じだね。ちょっと読みます。ロシア国防省、ウクライナ南部ヘルソン州州都から撤退命令ということで、まあおそらくこれ出てるんで本当だとは思いますが、こんなニュースです。ロシアのショイグ国防省は、プーチン政権が一方的な併合に踏み切ったウクライナ南部ヘルソン州の州都を含むドニプロ川の西岸地域から軍の部隊を撤退させるよう命じました。ロシア軍がウクライナ、侵攻直後の今年3月から掌握していた戦略的な要衝からの撤退となれば、戦況は重大な局面を迎えることになりそうですということです。まあこれね、大きな意味があります。これはね、戦略上の意味もまあ当然大きいんですけど、もう一個はね、政治的な意味ですよ。だってロシアはさね、4州の一方的な併合を宣言したわけでしょ。宣言したのにその州都から撤退するってお前何よとね。ウクライナとロシアの国境線でどこって突っ込まれたら何も言い返せないでしょ。という意味でですね、まあ政治的にはメンツ丸つぶれなこの撤退を決断したんです。で、プロの軍事専門家にね、確認したところ、まあ、要はこれは、軍からの意見を入れた可能性があると。まあ、軍としてはね、これウクライナのセベロドネツク撤退と全く同じで、ここを引いて防衛ラインを再構築してね、守りに入った方が固められるっていう、まあ、判断あるわけですよ。だからまあ、ヘルソン州も、分割占領して、まあ、この占領を固定化させようという、まあ、政治的意図も見えるのでね。まあ、予断は許さないですけれども、まあ、プーチンがね、政治目標ばっかり優先して、まあ、このね、軍事的なことを考えないで、かなり無理してたっていう、この状態がね、まあ、徐々に解消されつつあるということかなと。まあ、逆にウクライナ軍にとっては厄介かもしれないと、いうことです。で、このプロの軍事専門家曰くね、もう本当に開口一番、取り逃がしたな、ということで、ここでね、ロシアの精兵をね、もうフルボッコにして潰しておけば、もうロシアの継戦能力ほとんどなくなってて、一気に勝てたかもしれないんですけど、これをちょっとね、取り逃がしてしまうとですね、戦争がまた長引いてしまう可能性があるということで。まあ当初予想してた通りね、動員兵をいっぱい入れて、ね、ヘルソンの州都にね。で、これで時間稼ぎしながら、精兵を逃がすと。まあ、武器なんかはそんなに持っていけないはずなんですけれども、精兵を逃がしているという、この現状はですね、ちょっとこの由々しき問題なと。で、さらにね、最近ね、ロシア軍の砲撃が増えてるんですよ。はい。一時ね、ウクライナ軍が砲撃でだいぶ押されてた時期ありましたけど、あの後ね、ハイマースによる攻撃でだいぶ兵団潰してですね、ロシア軍の砲撃はもうパサッと止まっていたんですが、ここ数日、ロシア軍の砲撃がまたね、昔みたいに戻ってきたんです。で、これ砲弾どっかから来てんのと。どっから来てんのという話ですよ。北朝鮮が送った可能性は非常に高いですよね。このね、近親国家の軍隊っていうのはね、正面の火力っていうのは半端ないんですよ。これはね、チャイナの人民解放軍も同じ、北朝鮮の軍も同じ、もうその砲撃とかミサイルとかね、この火力で圧倒して、ね、で、こう第一次大戦型のね、こういう戦争をするっていうのは奴らは得意なんですよ。なので、砲弾のストックっていうのはもう我々が考える以上にもうほぼ無尽蔵って言ってるぐらいあるんですよね。で、北朝鮮ってガチで韓国と戦争する気だったじゃないですか。ね。全然平和勢力じゃないんですよ。日本共産党の皆さん知ってます？韓国とガチで戦争する気満々な北朝鮮は、ロケット弾などミサイルなのね。まあ、特に砲弾ですよ。ね。砲撃する砲弾。まあ、これ、ワルシャ条約機構サイズなんで、ロシア軍のね、大砲にそのまま詰められるこの砲弾、もうほんと何十万発、何百万発って持ってるやつを、どうも電車4両ぐらいに詰めて、ね。で、そのロシアと、この北朝鮮のね、この狭い国境を渡ってね、入っていると。まあ、先月入っているっていう情報があるんですね。ついにこれがウクライナに届いた可能性があると。いうことで。で、それと引き換えに、北朝鮮何もらうのみたいなね。まあ、こういうのにもこう、繋がっていくんですよね。昨日、渡辺さんとまさにその辺の話をしたんですけど、ロシア軍のですね、砲撃の数がね、不気味に今元に戻っているということで。これ、ハイマースでやっぱボッコボコにしないとね、
なかなかちょっとウクライナ軍ね、前進が厳しくなってると。まあ今ね、泥濘にも阻まれてるっていう、まあ時期でもあるし、泥濘に阻まれね、それから撤退して防衛ラインに気づかれね、さらに北朝鮮から砲弾入って、また第一次大戦型の砲撃戦がね、復活するということになると、これはですね、ちょっとこの先苦戦が、予想されると。で、さらに精兵まで取り逃がしちゃったってことになるとね、厳しいかなと、いうことになります。じゃあね、精兵が逃げたからといって、じゃあヘルソンのね、このシュートにすぐに入れますかっていうと、待て、孔明の罠だって感じなんですよ。もうこれはもうネット上でいっぱい出てますけれども、ロシアのこの動員兵ね、全員私服に着替えて、ね、市街戦やる気満々で待ち構えてるんじゃないかと。まあただね、狙撃するとか言っても弾当たんねえだろうし、大丈夫なんですけどね。大丈夫なんですけど、まあやっぱり入ったら入ったで市街戦になればね、犠牲が結構出ますので、本当にこう、慎重にじわ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 とウクライナ軍は周りを固めてね、兵糧攻めにするような形で、まあこう、投降を促したりとかしてね、まあやってるんですけど、これ時間かかるわけですよ。で、これで時間稼ぎされちゃってる間に、精兵逃げられちゃったと。いうことで、これ困ったな、というふうに思います。ちなみにですね、まあ、プロの、まあ、見解によるとですね、まあこういう中ね、ウクライナのパルチザンは結構ね、活動を活発化させてましてですね、ヘルソンのね、新ロシア派の、頭目がですね、なんと謎の自動車事故で、亡くなったという情報が入っています。これもツイッターでもいっぱい情報出てるんですけど、まあ、未確認のまあ情報なんですけどね、ロシアに対するね、この裏切り、ロシアというかまあウクライナの、に対する裏切り行為ね、主要な裏切り者であるヘルソンロシア行政副長官をやっていたですね、ストレムソフという男がいるんですけれども、これがですね、トラックと衝突してね、ボッコボコになって、まあ死亡したと。まあなんか一説によるとシートベルトしてなかったんじゃないかと言われてるんですが、これいろんなところから出てます。いつも私が参照してるネクスタというね、情報サイト、まあツイッターでニュース出してるところですけど、これもですね、ロシア側のメディアの情報としてこれ伝えてるんで、これ間違いなく、死亡したことは間違いないです。はい。ロシアのメディアによると、トラック、まあトラック事故で、ストレムフですっけね。はい。ストレムソフか。ストレムソフが、死亡したと、されていると。で、トラックの運転手が危険な操作を行い、ストレムソフは、その運転手の、まあ、そのね、危険の操作ね、その危険運転を回避しようとして、まあ、その、ぶつかってそのまま亡くなってしまったということです。まあ、このトラックの運転手がパルチザンだったかどうかはよくわかりませんが、ロシアのメディアもですね、このストレムソフが死んだということを伝えてますので、まあこれ間違いない事実かなと。あとキーウインディペンデントというね、ウクライナ側のメディアですけど、これもですね、地元の政治家であり、まあブロガーであり、まあその裏切り者のね、ストレムソフは、ロシアによる、まあ、ウクライナ占領を歓迎し、この地の重要な、親ロシアだった、ロシア派だったんですが、ヘルソン州でですね、事故によって、まあ、亡くなったということを伝えて、まあ、内容同じですね。はい、トラックがバーンとぶつかって、死んでしまったということです。まあ、裏切り者に対するですね、まあ、反撃ですね。まあ、おそらくパルチザンだと思うんですけど、まあ、こういう活動も活発になっているということで、まあ、ロシアのですね、まあ、その、ヘルソン州のグリップね、これは非常に厳しい状態になっているかなと。まあ、ロシアの内務省のね、この FSB というね、この部隊ね、まあ、連邦保安局、まあ、元 KGB ですけど、これが今、パルチザン狩りでうわーってやってるんですけど、パルチザンの方ももう、抵抗してですね、この戦いが、まあ、続いていると、いうことでございます。で、まあ、今後の、まあ、展開なんですけどね。まあ、これはぜひね、ちょっと、ヤイスイブニングラボでね、渡辺さんが詳しく、喋ってくれたんで、ぜひ皆さんには聞いてほしいんですけれども、このね、ウクライナでの情勢というのがね、やっぱこう、世界中に波及していくと、いう可能性ありますね。まあ、アメリカのね、中間選挙、まあ、大体結果が明らかになってきてね、まあ、共和党がそんなにバカ勝ち、することはどうもなさそうだと。まあ、さらに言うとね、まあ、トランプ派の議員でね、ウクライナに対してちょっと支援に消極的だった人も、まあ、結構落選したりとかしたので、まあ、アメリカの支援の方針にはそんなに変更はないんじゃないかということなんですが、なんかね、ちょっとバイデン腰が引けててね、これはまあ渡辺さんが昨日言ってたことなんで、ちょっと一個だけ言うとね、戦車をなぜか送らないんですよ。はい、装甲車とかね、榴弾砲とかは結構送ってんですけど、なぜか戦車を送らない。なので、ウクライナ軍はですね、ロシアから鹵獲したね、T-72 とか T-80、T-90 ね、こういうの使って反撃してるんですけど、まあ、例えばですよ、ドイツ製のレオパルドみたいなね、結構まあ、NATO 軍みんなが使ってる戦車あるんですけど、これ行けば圧倒的に性能いいわけですよ。ね。こんな100両とか供与してね。で、ウクライナ軍にドーンともう正面突破させれば、もう全然強いんですよ。なのになぜか戦車は送らない。とかね。あと、ハイマースもさ、今まあ、射程80キロで制限してやってるんですけど、本当は300キロの弾あるんですよ。はい、エイタクムスっていうね、300キロ先の目標を撃破できる、この長射程のね、このロケット弾、精密誘導ロケット弾、あるんですけど、これもなぜか供与しない。
まあ300キロだとね、ロシア国内の兵隊も叩けるわけですよ。で、ぶっちゃけね、ウクライナ国内の基地叩いたって、やっぱ元を立たなかったらガンガン出てくるから。ね。やっぱ鉄道をこう、まあ、使えなくするとか。まあ、ロシア軍ってやっぱり鉄道のね、補給によってますから。で、そういう鉄道を叩くよりそういう、まあ、弾とかね、もっと長射程の弾とか、強力な戦車とかさ、あとは、その、戦闘機ね、F-16 くれってずっとゼレンスキーは言ってますけど、渡さないですよね。これはね、なぜなんだろうと。やっぱ戦争早く終わらせた方がいいので、強力な武器を渡してね、一気にこう、ね、ロシア軍を、このね、国土から一掃してですね、そのまままあ、講和に、まあ、たどり着くと、ね、焦げつけると。いうことが大事かなと。まあ、その、ウクライナ国内からロシア軍一掃したらね、もうプーチン政権としては持たないですから、交渉に応じるしかないので、まあ、まさにこの日露戦争の時ですよ。法典改戦でね、かなり無理しましたけど、あれで追い出したんで、まあ、帝政ロシアも日本との交渉に応じたわけですよね。まあ、そういうね、この、一気にこの相手を追い出す。まあ、今、デイネイのシーズンなんでちょっと難しいですけど、もうちょっとこう、地面が凍ってね、今年はちょっと暖冬なんでね、その地面が凍る期間も短いと言われているんですけれども、まあそういう時とか、もしくは来年春ね、夏までに一気に大攻勢かけてですね、ロシア軍を追い出すと。まあその、いわゆる第一次大戦型のね、砲兵陣地作ってますけど、これを突破するためにこの NATO の戦略あるわけですから、それに対応した兵器をね、やっぱり渡さないと、なかなかちょっとこの戦争をね、終わらすのは厳しいかな、というふうに思っています。まあとはいえですね、まあロシアも経済制裁効いてることは間違いないです。はい。なので、今北朝鮮から砲弾もらったりとかね、イランからドローンもらったりとか、なんか、イランからドローンもらおうとしたらね、その船がね、まあ謎の大爆発したみたいなね、ニュースもね、ロシアの港でね、イランのドローン200機ぐらい積んでたんじゃないかみたいな、そういうニュースも入ってきたりしてますけども、そういうね、ロシア自身が今もう、自前の兵器ではもうないんです、ストックがね。ミサイルももうだいぶ枯渇してるし、もう本当に北朝鮮やイランからね、兵器を借りて戦ってるみたいな状態ですので、経済制裁ものすごい効いてるんですけど、でも、奴らも最後まで粘りますので、ここはね、ハルキウのね、攻略戦の時のような、もう、一気にね、ドーンともう、ね、押し返して、もう二度と戻ってこれないような状態を作るためにはね、より強力な武器のですね、支援が必要なのかなと。まあ今ね、NATO のね、いろんな諸国がウクライナの兵士を訓練して、強い武器を渡してどんどん送り返してるんですけど、やっぱり決定打になるね、ATACMS、ね、それから F-16、ね、さらにレオパルド、ね、この辺をね、供与していただけるといいんじゃないかなと、いうふうに思います。ウクライナに栄光あれということでね、引き続き戦況を見守っていきたいなと思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!